The other day, my mom and I were talking about the best Japanese cities to live in, so I thought it would be interesting to record our conversation to see if you guys could understand our conversation. Turn on the subtitles if you find it difficult to follow, but try to listen without them. Feel free to comment if you have any questions about vocabulary or grammar in this video. 始めましょう。日本に戻った時に、旅行した時になんかちょっと見てみたいなと思ってて、その、やっぱり関東近郊の東京から出たとこですごい、何、安くて、でも電車とかで気軽に東京行けるとかいっぱいあるじゃん。あんまりこう住むって意味で旅行したことがなかったから、ちょっと今なんか軽く調べたりしてて、なんかいろんな県が東京囲んでるからさ、今まで隣接したね、気にしなかった。そう、うん。なんかすごい、ちょっと回ってみたいなって思う。どういう感じか、うん。それぞれカラーがあるかな。今埼玉が人気だけどね。ほんとちっちゃい町って全然いいと思うんですよ。で、なんか、大月とかなんか、そういえば、なんかマップ見てたら、すごい山梨で中でも東京よりじゃん。あの、大月行きの電車、なんかこう、あるじゃん。終点。うんで、やっぱりなんか甲府とかだとさ、新幹線とか、特急みたいなの使うから、結構さ、片道でも4000ぐらいするじゃん。うん、そうだね。新宿ぐらい。そう、でも大月とかだとその、普通の電車でさ、終電じゃん。在来線でね。うん。そうそうそう、とか、見てて、あ、でなんか意外と、なんかすごい自然に。意外と高速バスが安いけどね。川口湖から、八王子のインターまでその高速バス乗るじゃん。でその高速バスを、高速道路で降ろされるじゃん、バス停は。降りたとこに駐車場を借りたら、うん、その駐車場3000円とかなんだよ。で、そこに車を1台置いといてて、交通手段だったの。バスもあるのか。高速バスは多分、安いんじゃないかな。まあでもほら、高速料金があるから、あれだけど、ほら、日本でも安いじゃん、高速バス。うん、確かに。東京近郊だとさ、なんかそういう、なんか、在来線普通の電車の終点で、すごい安くて、うん。いい感じのって、なんか、他どこあるんだろう。熱海とかね。熱海は結構人気あるよね。熱海とかは高いでしょ、多分。場所によると思うけどね。別にわざわざ、うるす、あの、賑やかな便利に観光地に住まなければ。なんかよく、あれね。特集してるよね。やっぱりちょっと、古民家まで味がなくても、やっぱりその空き家とか、ほら、放置されているところをリノベしてっていうのはよく最近ニュースでもやってるよね。やっぱり、めっちゃ安かったよ。あれ、どこだったんだろう。信州、長野だったかな。広くて、すごい大きな家なのに、1500万とかで。そうそうそう。浅野ちゃん家だって自分で建てたんだもん、ログハウス。え、そうなの？すご。そうだよ。それでパパが手伝って、パパとかが手伝いに行って、なぜかその、素敵なログハウスみたいな雑誌に、いかにも全部作ったみたいな顔して写真出てた、パパ。大工さんに、情報とか、こう、いろんなね、教えてもらいながら建てて、別に、もう何年あれ、30年ぐらい経つよね。直しながらだけど。へぇ。大工さんには、まあ、お金を払ってるでしょ？あ、そりゃそうそう、そりゃそうだよね。でも、多分。いいね。こっちみたいに、こう、投資として、買うんじゃなくて、もう住む。そうそうそう。うん。奥多摩とかだとさ、今は多分すごい人気でなくなっちゃったらしいんだけど、なんか、15年、古い家に15年間住むとその家をもらえるっていう。で、なんか、家賃が1年で、その特集してた人は家賃が1年で3万。そこになんか15年間住むと、その3万すら15年後に返ってくるんだって。で結局タダみたいな。なんかすごいコロナですごい人気になって、そういうのが。今なんかもう空きがないらしいんだけど、なんかそういう。まあ、だって一応東京だしね。そう、だから若者が、地方に住むので、それで引っ越し代とかもなんか15万ぐらいサポートしてもらったらしくて。あ、じゃあやっぱりちょっと過疎化が進んでるのかもね、そこまでやってくれるってことは。そうそう。しかもそれがなんか奥多摩だけじゃなくて、なんか他の町、山梨のこことか、
そう、市によって結構、引っ越してきてくれたら、お祝い金とか、なんか、家賃最初3ヶ月無料にしますよとか、すごいいろいろあるらしくて、で、なんかそれそうだをよね。相談する、なんか、移住市民センターみたいなのもあって、今あれあるよね。田舎暮らしの体験。あ、あるあ何しる。た？あれもいいんじゃない？それがなんかね、小田原で特集でやってた。それ、あ、そうなんだ。しかもそれがおなんたか、わら。フランス人の夫と、日本人の女の人がそれやってて。So, どうでしたか？ Let me know in the comments how much of our conversation you understood. If you liked the video, give me a like and subscribe if you haven't already. またねー。